皆さんこんにちは、ヘルニアです。今回ですけども、都道府県モットの石川県に入っております。ってことで恒例の国力から簡単にまとめますと、石川は全人口が140万人弱ほど、工業力は14で、めちゃくちゃ低いわけでもないですが、高いってこともないくらいですね。初期の師団数は7個で、うち2個がトラック師団なので、この前やった秋田県よりかは陸軍はマシと言えるでしょう。ただ研究枠は2枠、海軍と空軍はほぼないと言えるので、軍拡と研究においては課題が多そうな国です。ただ石川県には、中小国の軍需を支える程度の鉄鋼が産出されます。歩兵装備のために資源を輸入する必要は、しばらくなくて済みそうですね。まあ要するに中堅国な石川県を使いまして、今回は大石川県を一つの目標に、プレイしていこうと思います。とその前に、大石川とは何ぞやって方のために、軽く説明をしておきたいと思います。時期としては廃藩置県の頃、すなわち石川がまだ石川県の県境になる前のこと、石川はお隣の富山、福井の領土が編入されていた時期がありました。今回遊ぶのは、その最大勢力を取り戻そうぜっていうルートでして、画面の一番左、大石川主義から、電撃作戦の NF を取得していきます。大石川ルートに入ったことで、隣国二県に侵攻するための、歩兵装備を緊急調達、その追加された小銃で無理くり新兵を作りまして、彼らの準備が整っていない間に、同時に侵攻開始、富山も福井も、展開されている師団は多くても5個だそうなので、師団数の優位を生かして、敵を分断殲滅、誰もいない土地を塗り絵して終わらせていきます。さて先にも言いました、トラック師団2個がいることで、分断と占領もはかどり、とりわけ福井は都市部を抑えられて、もう降伏間近です。鶴ヶの狭いところで耐えていれば、福井もワンチャンあったかもしれませんが、もうすでに主力3師団は包囲済み、福井県の降伏は決まったと言えるでしょう。対する富山の新兵組も、今最前線の敵を包囲完了。1936年開始当初、しかも中小国ですから、数個師団でも決定的なダメージを与えることができますね。首都扱いの富山もすぐそこですし、両国とも問題なく併合できそうです。ということで福井、富山を降伏させまして、講和会議にてその土地を全併合。これで目標としていた大石川県を達成することができました。で終わるのはあまりに短すぎるので、ここからはパワーアップした石川の、さらなる領土拡大を目指していきましょう。最近東北続きで関東側にスポットライトが当たっていたんで、今回は関西周辺の主要国、大阪、京都、兵庫、あと愛知くらいは倒していきましょうか。隣国の土地を領有したことで、NF 大石川県の再来を取得達成。これにより名称が変わるだけでなく、史実の大石川範囲の領土は、完全に中核州となりました。ただ福井県の西部、オーストリアの先っぽみたいな、嶺南地区は大石川ではないので、住民から反発がある模様です。そこで大石川は、NF 嶺南地域の扱いを達成し、この地区をどうするかイベント選択することに、上から直接支配、スロバキアのように傀儡を作る、京都に売り払って政治力というお金を得るの3択ですが、大石川はビッグデストロンクじゃないといけないので、嶺南地区は併合していきます。さてそこからの大石川はしばらくの内政フェーズに入りまして、大石川県民の税率を 0% にして、大量の政治力を獲得していきます。内政期にどんどん工場を建てるのはもちろん、次に獲得予定の滋賀や岐阜などに、協力政府の準備を行って、戦後の迎合度を事前に上げていきます。都道府県は迎合度の獲得値がバニラより低いので、その辺は注意しておかないといけませんね。さて石川県民には総動員で働いて、工場出力を上げてもらいつつ、そろそろ橋の支持率も温まってきたので、可視化していきましょうか。大石川自体は中道ルートですので、大石川設立後、すぐに滋賀とかに攻め込まなかったのはそのためです。国民投票のもと大石川は可視化に成功し、これで国際緊張関係なく正当化できるように、何よりかっこよすぎるだろこの国と思いつつ、今まで攻め込まないでやっていた隣国に、大石川編入の最後通牒を突きつけていきます。最初の生贄となったのは、小国で倒しやすい滋賀県から、滋賀はこの2年間ほどで、戦力を増強してきたようですが、争いは概ね石川が優勢、さらに大津といった、狭い部分で耐え切ることもできなかったため、滋賀はあっという間に石川に飲み込まれることに、なんか滋賀県飛行士団ばかりなので、そもそも歩兵的な戦力不足が見られましたね。ということで琵琶湖周辺の領域をほぼ制圧して、滋賀県は石川がペロリンチョ、その次の岐阜に対しては、歩兵師団を48個にまで増強して、伊賀大石川の一部になれと宣戦布告。岐阜はそこそこ強いと思うので、のんびり物量攻めしていきましょうか。バニラの初期イタリアくらいの工業力になった石川は、岐阜に対して連続攻勢を叩き込み、彼らが体力切れで守りきれなくなるのを待ちます。
すると押し込まれた岐阜は、ちょっとずつ交代する過程で秋のプロビを作ってしまい、石川はうまく方位殲滅を決めたり、隙間から突破をしたりすることができました。どうやら最前線に歩兵を展開するだけでも、ギリギリだった模様で、稲葉山はいただいたと、誰もいない都市部をちゃっかり制圧。そのまま鍛え抜かれた歩兵たちは、傷口を広げていきまして、飛騨にこもろうとしていた岐阜県民も、諦めて石川の前に降伏。これで石川も4つの中小国を併合し、それなりに大きな国になってきましたので、頃合いと、いよいよ大国に攻め込んでいきましょうか。その最初の相手となるのは、石化して調子乗ろうとしたものの、周辺国にボコられている京都くんから。京都は一度大阪との戦争で押し込まれて、ほぼ負けそうになりながらも講和し、その直後に兵庫くんが突っ込んできたので、現在ボロボロの状態。ボコボコにして悪いが、相手はもう少し質を上げてから倒したいし、大阪と兵庫は国境を接してないしということで、消去法的に京都にはポーランドになってもらいました。盾や砲も含めた手段で押し込めば、瞬殺だろうと思っていたんですが、補給が邪魔してなかなか都市部に入ることができません。京都の手段数としてもそれなりの数が残っちゃってるので、これは補給改善などして、のんびり攻め込む必要がありそうですね。ところで最近の開発日記で、いわゆる 1.11 になるバルバロッサの情報が発表されましたね。名前からしてソ連軍の NF 改編が、ようやく来そうな予感とともに、インフラ関係も新たに鉄道が追加されるようで、列車も兵器みたいにいくつか種類があるみたいです。既存のインフラも、レベルを上限に残す調整だそうですが、1.11 で補給関係が大幅に変わるのは、間違いないですね。いや、欧米の方は楽しそうだけど、アジア、特にチベットの方とかどうなるんだろうか。また陸戦の大幅な変更もあるそうなので、結構基礎的な戦闘に関わる、大きな変更になりそうですね。ソ連の NF だけでなく、独ソ戦に関わりが近い、フィンランドとかも追加されるんでしょうか？あと考えられるとすれば、もう産業 NF とか古すぎて使っていられないポーランドとか、変化球でバルト諸国とか来たらそれはそれで面白そうですが、さすがに無理か。なお残念ながらイタリア君は来ません。アルバニアと一緒にアップアイしながらスタンバイしましょう。とまあ最新バージョンの情報も喋りつつ、兵庫と共に京都をサンドイッチして終了。さすがに兵庫の方が戦っている期間も長かったので、3週だけでももらえるだけ、もらっていくとしましょう。まあこのまま引き下がるわけにもいかんので、兵庫君に京都の土地全部返せと宣戦布告していきます。軍需工場も40個と大幅に増え、今回の優勢火力ドクトリン主役といえる、野砲も大量に生産しています。さすがに愛知みたいな機械化された部隊には準備不足ですが、見た感じ多くが歩兵、およびトラックで構成される兵庫ならば、パワーで押し切ることができるでしょう。ってことで野砲を多く組み込んだ、対人火力高めの手段で構成、陸案ボーナスも乗ったこの攻撃は、特に歩兵じゃそう簡単には止めることはできません。ただ補給問題がまだ続いていることと、野砲を複数大隊に組み込むと、指揮統制が下がってきますので、陸案貯めるのも込みで、停止と構成を繰り返していきます。その段階的な構成の前に、先の京都戦でそれなりに疲弊していた、兵庫の備蓄状態は悪化。おおよそ京都の領土を通過する頃には、序盤に見せた兵庫の防衛力も、だいぶ落ちてきていました。まあ兵庫くんが消耗の激しい、ちょびひげ優秀連打をしたのが悪いんだけどね、トラックカード自業自得というやつですよ。そしてそのまま他国の介入なく、兵庫は石川に押し切られることに、兵庫も大石川の民として、組み込んであげましょうか。お次は確定すると大阪東京にも負けない戦力を持つ、森蔵とピッコロ、パッと見ただけでもかなりのトラック師団がいる、屈指の機械化が進んだ陸軍ですが、この時のために、対戦車砲を中隊に導入しておきました。これでぶち抜けないってことはないと思うので、まずは最初の愛知の様子を見まして、そこから反抗していこうと思います。さすが主要国だけあって、完全に優勢というわけにもいきませんが、西側はなんとか守りきれている模様。敵の指揮統制率が落ちたところで、それいけゴリ押しだと、全軍で進み始めます。最初研究枠が2枠だったこともあり、陸独は思っているより進んでいませんが、なんとなく進めているっぽいので、あとは気合でごまかしましょうか。ってことで陸からの圧倒的な下方攻撃と、空からの航空支援攻撃で、愛知の自然を全て焼き尽くす勢いで攻め、この戦争は石川の勝利に、併合してもいいんですが、そろそろ傀儡にした方が、国境線的に格好がつくので、緊急時の遠征軍作成部隊として、石川の属国になってもらいましょう。残るは西のボス、大阪くんだけですね。しかし大阪を楽に倒すために、奈良まで行って、国境線を延長したいと、独立保障を掛け合っている、三重奈良和歌山と戦闘開始、補給不足がここでも問題になるんですが、少しずつ改善しながら進み、まずは三重を撃破へ。
そして三重を確保したことで、奈良との戦線が一気に伸びたので、ほーらやっぱりゴリ押しだで奈良を脅かします。その奈良が起きたことで、さすがに和歌山紀に一人で支えきれず、あとは消化試合的な流れに、奈良と三重はうまく狭い地形や、山岳、補給でこちらを苦しめてきて、なかなかいい戦いでありました。三匹の子豚を手に入れた石川は、大阪を全方向から攻撃することが可能になり、無論大阪側の戦力は一気に分散。対してこちらは飛行士団も新たに編成し、航空機もさらに数を増やして、攻撃能力は高まってきています。ただ岡山と鳥取が大阪の味方だったことを知らず、そのまま宣戦布告することに、仕方ないので大阪を瞬殺して、その後急いで岡山たちに対処するプランで行きましょうか。ってことでほとんど見せ場らしい見せ場もなく、大阪はあっという間にこっぱみじんこに、というより不思議なことが起きていまして、現在傀儡にしている奈良こと大和と、同じく傀儡の和歌山が、戦争状態になっているのです。和歌山には北山という、日本では珍しい飛び地の区域があるんですが、それを奈良に挙げたところ、勝手に北山というさらなる傀儡を作り上げて、北山こそが本当の和歌山だと、勝手に戦争を追っ始めることに。まあ石川県の勢力自体が変わるわけではないので、別にいいんですが、味方の陣営内で内輪揉めするなんて、初めての経験だよん。その後主要国の大阪を倒したことで、講和会議が行われて、大阪は全併合され広島傀儡で解放。ただ土足で踏み込んだ岡山と鳥取の制裁と、なんか喧嘩打ってきそうな、山口を懲らしめるため、このままおまけで中国地方を制圧することに。和歌山が完全に北山になっている頃、岡山と鳥取に宣戦布告、すでに広島を持っているので、挟み撃ちして二国をボコボコにしていきまして、その領土は活躍してくれた、広島に与えることに、島根と山口は戦争状態だったんですが、まずは島根県を叩き潰そうと、彼らに対して宣戦布告、これも山口と挟み撃ちってこともあり、かなりあっけなく終わりました。問題は山口で、金沢からの長い補給路を整備して、なんとか戦えるくらいに準備してから宣戦布告、その甲斐もあって、最後山口も物量押しで倒し切ることができました。無論山口も広島に組み込んでいきますかね。さて広島が毛利家みたいになっちゃいましたが、最終的に大石川の国力は700近くまで強化されました。本当は最終対戦として、関東の東京陣営に殴り込み予定だったんですが、途中で何度やり直してもゲームが落ちるという事態になってしまったので、今回の石川プレイはここまで、本当は新潟くらいは倒したかったですが、なんだかんだ勢力的には拡大できたので満足です。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。